リャンパンサンマ、リャンパンサンマ、リャンパンサンマ、バイマンですね。で今通ったパワーワンで、うわー、でしかもリャングマンね、ダマトリプルだな、これリャングマンピンフイーペーコーを作るんで、リャングマンがダマトリプルです、3倍なんです。闇天で愛島の打牌を捉えました品川です。親番を迎えました、トンの4局です。持ち点は39,900点、あと一歩で4万点に手が届くところです。ドラがイーマン、ここまでそんなによくはない。あ、なんかマンズがいっぱいありますね。いいですね、いいじゃないですか。マンズドラ色でしょ、バラ色ではないですか。それは一昔前の流行語大賞ですね、麻雀界の最高峰流行語大賞。そうですね、石井一馬さんが受賞したやつですね、それはね、はい、グランプリでした。グランプリでしたね、あれは間違いなくグランプリでしたね、はい。まあ、実際バラ色だしね。そうですよね、わあち万引きも嬉しいな。すくすく育ちますね。そうですね、成長が楽しみ。でもなんかあんだけ面前でいけそうですと、うん、なんだかリーチピンフイーペーコードライチでもいいかなとかなってきちゃいません？なんか嘘に両面でくっついたりするとちょっと、うん、なんかね、構えちゃいそうですね。確かに打点十分ですね、それでもね。染めなくてもね、十分なんで。あ、こういうスピンとか残したくなるんですよね。そう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 、こういうところで、あー、あー、嘘だ。大きくいきますね。染めにかなり強く意識ありますね。いや、僕夢がなさすぎなんですかね。いや、あの、結構今のは難しい気がしますね。僕も割と染めるかどうか相当迷いますね。結構いつも数ピン嘘残しちゃうんですけどね。うわ、ドラですか。ドラだ。これは数ピンいきましょうか。もう鎮逸コースじゃないですか。そうですね、何泣くか問題になってますね。もう白もね、2枚切れの白手に残してますからね、うん、染める気、染めるというか鎮逸、安全牌として残してる感じですよね、うんうん。じゃあ全部泣くんですかね。いや、そこが難しいよね。どこを泣くかを今精査中だと思います、うんうんうん。さあこれですけど、どこ泣く、あ、マンズ関連マンは泣くとしてますね。ヤンマンは泣くとして、ドラのイーマンはポンしそうかな。まあ神茶だったらチーとかですか。チーかな、3万浮かせたい ね、うん、そうかそうか。3万ポンって得、リャンマンが使いづらくない。ドラじゃなければ得っぽく見えるんですけどね。ちょっと3万ポンってあんまり上がりに近づいてる感じないですよね。3万出た、動かない、スルーですね、3万は動かない。はい、マンズの枚数は増えるけどっていう感じはしますね。あの一通が見えますか。あ、でも染め見てますね。染めですかね、うん、ローマン戻すのかな。マンズ対ソーズ、うん、となるとローマンが棚から切られることになるわけですかね、うん、ありえますね、あ、リャンマンがなくなった。この世から。リャンマンが、うん、この卓からなくなりました。この世じゃないもうこの卓だけがもう私の中ではこの世なので、ごめんなさい。この間ドッポさんもやってたんですけど、この世から、ね、からなくなってないから。日本中にはね、たくさんの、いっぱいありますから。たくさんのリャンマンが、数万。また難しいところを。でもこう、つながってきて、手が伸びそうにはなってきましたよね、数万匹。うん、したらもういいシャンテン。いや、テンパイリーチでしょう。サブローマン両面にしましたね。リーチタイムで十分です。5、6、7、3色よりかは両、はい、面でいくと、まあこっちでしょうね。下だから先制リーチが入りました、サブローマンです。品川はイーシャンテン、まあ、イーシャンテンって言ってもドラなしのチートイツのイーシャンテンはちょっとリーチに戦う価値はないですね、うわ、1万がどうする、何何何何これ、やばいやばないやばない、イーシャンテンですよね、イーシャンテンですね、成功ができてて、でね、マンズがね、2334の3万の中膨れの形に567がくっついてる形、そうですね、はいはいはい、1数万リャンパワー、そう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 、1数万とリャンパワーの形ですね。あと3万、一応3万もありますけど、そうですね、はい、いや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 、あ、映してくれた、分かりやすく、映してくれてる、でも田野ちゃんの手番なんだけどいや、ちょっと難しくてね、ちょっと気が早くないですか。パワー層は現物、うん、だからあの形だとリャングーパーマンと一数万はチーだね、ええ、今パーマンが現物になりました、ウッパーマンが現物になってますから、まあ、タノが持ってないのだけが、まあ、はい、唯一のネックなんですが、はい、そうですね、今のところ押してるようには見えないんで、あ、これやばいやばい、リャングーパーマン3万、リャングーパーマン3万、倍マンですね、で今通ったパーワンで、うわ、でしかもリャングーマンね、ダマトリプルだな、これリャングーマンピンフイーペーコーつくんで、リャングーマンだとダマトリプルです、3倍マンですね、やばい、品川タノが大ピンチ、ね、すごい手が入った、あ、だからツモって3倍マン確定か、待って、これ目立ってないですもんね、相島、うん、全く目立ってないですよ、現物しか切ってない、
E ピンもまあ普通に切れそう。切れますね。切りやすいところ。これやばいな。マジでやばいなこれ。リャンマーここに。ああ、バイマンだ。ドヤスメです。あ、石間の上がりです。たったのバイマンっていうやつですか。10本ですね。ピンフ。チンイツ、ドラさん、いや、イーペイコーなんかがつかないようですが、いや、1だったかってなりますか。いやいや、ならんでしょう。1万6000点。いや、これはたまげた。いや、リャンマン、あんこの下らリーチを受け、リーチをしていたんですが。